はるちゃんどうしたん？お腹すいたん？うん？おねだり？見たことないからびっくりした。今日はですね、あの鶏会、ペットの鶏会ではあの有名な納豆ヨーグルトを作ってあげてみたいと思います。ふーちゃんバイクうるさいな。おいで。納豆もね、すごいいろんなね、納豆菌とかアミノ酸とかすごいね、栄養が豊かで、ヨーグルトもね、まあ、乳酸菌、まあ、体にいいと言われてますよね。でこれにね混ぜたものが鶏界ではねすごい流行ってるみたいなんですよ。でこのね納豆ヨーグルトっていうのを考案されたのは、おそらくね鶏界の大御所というか、鶏 YouTube のもう大御所と言われる、高知の庭さんがね、おそらく考案されたんじゃないかなと思ってるんですけど、でね高知の庭さんでもよく納豆ヨーグルトをあげたっていう動画をね、見させていただいてるんですけれども、うちの鳥が食べるかどうかやってみたいと思います。と言いつつもね、実はやったことあるんですよ。ただちょっと納豆のネバネバがね強すぎて種明かしをしますと、納豆をこう一粒ずつあげたら食べるっていう程度だったんですけど、今回はね超小粒の納豆でしっかり混ぜてあげてみたいと思います。これ美味しいよ。これふーちゃんもおいで。ふーちゃんは距離を取るね、こういう時は。はるちゃんは若いから美味しいよ。ちょっと見てみて。はるちゃん、これがな納豆やねんけど、これね、このネバネバしてるけど、これがな美味しいねんで。でこのままやったら口気持ち悪いから、ヨーグルトに混ぜるからな。ちょっと待っててな。わかった？ふーちゃん呼んで。ふーちゃん。ふーちゃん。恐る恐る。ふーちゃんおいで。そうそう、食べれるからこれは。おいしいよ、おいしいよって今のうちにね、こう興味を引きつけといてね。おいしいよって。でもちょっと待ってな。ふーちゃん、ほら、いい匂いするやろ。いや、いい天気ですね。もうあったかい。外行ってね、昼寝したいぐらいなんですけども。よし。あ、納豆をよくかき混ぜてからじゃないとね、納豆の良さが引き出せないって、おいしんぼに書いてあったんですよね。だからさっき納豆を混ぜたいと思います。美味しそう。1個じゃ多いかな。半分ずつ入れてみようか。ちょっと待って。ちょっと待ってな。よーく混ぜます。おお。ちなみに今下でどんな風に待ってるかというと。ネバネバちょっとこのまま揚げてみようかなとな。これ納豆、あ、気持ち食べた。意外と食べたな。ちょっと、ね、ヨーグルトの白いのが気持ち悪いんかな。大丈夫か。ちょっと待っててよ。今からねヨーグルトを入れます。白いのが気持ち悪いんかな、うん、入れすぎかな。乳酸菌からアミノ酸から、あ、美味しそう。なんかねお豆腐みたい。あー美味しそう。意外と合うかもしれへんね。あのヨーグルトってこんなん合わないようなイメージありますけど、僕インド料理が好きで、ビリヤニっていう料理があるんですけど、インドのね
チャーハンみたいなパサパサした炊き込みご飯なんかな、おこわみたいなやつ、それにねちょっとヨーグルトをねつけて食べるんですよ、向こうの人。それが美味しいんですよね。よし、こんだけ混ぜたらいいかな。ちょっとこの前に鳥たちにあげる前に僕もちょっとなんか食べたくなったんで、同じようなものを作ろうと思います。フルーツグラノーラにこのヨーグルトかけて食べようと思ったんですけれども、どうせならちょっとアサイーボールみたいなねものを作ろうと思うんですけど、アサイーがないのでアサイーボール風のものを作ります。ミキサーね買って最初の何ヶ月は使ってて、自分でミックスジュース作ってたってね、とかスムージー作ってたけど今眠ってるって方多くないですか。結構ね簡単なんでやってみてください。でバナナとミックスベリーでもブルーベリーでもいいんですけど、とりあえずミックスベリー美味しそうなんでブルーベリーを入れます。でこれでは混ざらないんで、飲むヨーグルトをねちょっと入れます。一応ね味付けのやつにしました。飲むヨーグルトがなかったら牛乳とねヨーグルトを混ぜてもいいかもしれません。あんまりね液体になったら食べにくいので、混ざるか混ざらないかギリギリぐらいで調整しながら、ミキサーをかけていきます。ちょっとねアイス感を出すために、氷を加えました。これでねヨーグルトスムージーができたので、これをおしゃれな丼に、おしゃれな容器に入れます。うちはおしゃれな容器がないので、普通のご飯を入れる大きめの丼しかありませんので、これに入れます。ハワイ感はまるでありません。これにねこのフルーツグラノーラをかけるんですけど、ちょっとね僕もヨーグルト、ニワトリみたいにヨーグルト食べたいんで、ヨーグルトを上に乗せてみます。ヨーグルトを乗せました。でこの上にフルーツグラノーラを乗せます。こんな感じですね。でこの上に、バナナとイチゴをちょっとね包丁で切って上から乗せます。バナナってねなんかもう慣れてしまってね、そんな美味しそうに見えなくてもね、このカットしたらすごい美味しそうに見えるんですけどね。イチゴも同じようにカットします。切り方はね、どんな刻んでもいいし、こうやって平らに切ってもいいと思います。でカットしたフルーツをまあね適当にねそれっぽく並べます。なんかそれっぽくなってきたでしょ。でこの上にまあブルーベリーなんですけど、僕はちょっと欲張ってミックスベリーを乗せたいと思います。今回はね冷凍もんでを使います。はい、乗せました。でこの上にね最後は蜂蜜をねかけます。まあ、これは好みで。これでねまあ家族いる人はねフルーツこんな余ることないと思うんですけれども、今回僕は今一人なんで、インスタ用のねインスタ映えの写真を撮ったら残ったフルーツを乗せて超大盛りにします。ちょっと欲張ってこぼれてしまったけど、いやこれでもインスタ映えになるかもしれへんな。とか納豆ヨーグルトのこと忘れてた。鳥たち待ってるんでね庭に出たいと思います。よいしょ。はいはい、お待たせお待たせ、待った、はるちゃんふーちゃん待った、こぼれそう。よし、じゃあな納豆ヨーグルト食べよっかこれは君たちのおやつじゃないよ、ちょっと待ってな。はいはい、お待たせお待たせ。じゃあねお待ちかねのね納豆ヨーグルト食べてみようか。はい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 、どうぞ。お、意外と食べた。かなちゃんとか全然食べへんかったのに。あ、おいしい。ゆきちゃんとかもね、前のねウコッケのゆきちゃんとかあろうかなのかなちゃんとかもね
あまり食べなかったんですよ。で、ふーちゃんはまあ食いしん坊なんで、こう一粒一粒だったらね、食べてたんですけど、ああ、よかったよかった。っていうか、これ人間が食べるぐらいのヨーグルトの量やから、ちょっと多かったかな。お腹緩くなっちゃうかな。まあね、ちょっと様子を見ながらね、あげてみたいと思います。ふーちゃんがねちょっと慎重になって食べてるね。ね、皆さんご存知の通り、ふーちゃんは結構食べてる時話しかけるとふーふーって言うんですけど、どうしたの、ふーちゃん美味しい、あ、そうか、体にいいからな。まあ、ニワトリはね、普段外で土とかをつついてるんで、まあ、いろんなね菌を体の中にね取り込んでると思うんですよ。それでね、もちろんいろんな抵抗力があるっていうか、まあ、抗体ができてると思うんですね。でね、まあ、今年は特に千葉県でも鳥インフルエンザのね話題が多かったんですけど、大体ねウィンドレスっていう、鶏舎で、体育館みたいなところのね、もう窓もなくてエアコンでね、照明から温度から全部ね管理されてるようなところでね、そういうところの鳥っていうのはやっぱり土を続いたりすることがないんで、弱いらしいんですよね。逆にね、平飼いで土の上で飼ってる鶏っていうのはね、もちろんそういういろんな菌を取り込んでるんで、抵抗力があるっていう話を聞きました。ですがね、やっぱりこうやって納豆とかね、ヨーグルトに入ってるものは、ね、人間にも体にいいって言われるものは、ね、鳥にもいいみたいですし、それはね、いろんな鳥のペットとして飼ってるオーナーさんが実践されてるんで、まあね、高知の庭さんももちろんそうなんですけど、うちもね、真似してあげたいと思います。体調が悪くなった時もね、すごい薬にもなるかもしれないですね。おいしい。ごめん、ずっと喋ってたら食べてるとか見てなかったけど、あれ、はるちゃんもう終わり？食べたら？あ、ふーちゃん口拭いたな、やっぱなっと気持ち悪い。はいはい、手であげたら食べる？手の方が気持ち悪い。はるちゃん、ほれ、なんでさ警戒してんの、なんでここ置いてる、落としたら。ちょっと逃げ腰やな、まだ。どんな顔して食べてんの。おいしい。じゃあ僕もちょっとね、アサイボールが溶けちゃうんで食べたいと思います。ちょっと欲張りすぎてね、こぼれてしまった。妖怪人間ベムのオープニングシーンみたいになってしまったな。ふーちゃんとハルちゃんそんなにね、もともとお腹空いてなかったのかもしれないですけど、まだね全部は食べてないです。お腹が空いたらまた食べると思います。そうや、これ納豆ヨーグルトミルワーム納豆ヨーグルトミルワームをのせて、これでね、ヨーグルトの美味しさを覚えてください。どう？はるちゃん、はるちゃんは？はるちゃん、ミルワーム入ってんねや、ここに。カラスの声が気になるのかな？キャンジャーだけ食べなさいよ。じゃあ、すいません、もう今日僕は車乗らないんで、いただきます。ハワイ島のね、コナのビールです。僕ハワイ島大好きなんですよ。ファイヤーロックかロングボード、エアロックにしようかな。アサイボール食べるんちゃうんかいって感じなんですけどね。さっきいただきます。乾杯。
海外行けないんで、ちょっとね、家でハワイ気分を味わいたいと思います。気になってる方多いと思うんですけどね、椅子がボロボロだったり、網戸もねなんかガムテープで貼ってたりで、みそぼらしいですよね、 YouTube やってるのに。まあそのままありのままを伝えるということで、網戸を張り替えるぐらいのお金はあるんですけどね、めんどくさいんで何回もねガムテープを貼ってしで、それで対応してます。さてこれちょっと食べにくいな。うん、おいしい。これならね簡単にできるんで、皆さんもぜひやってください。このスムージーはなくてもヨーグルトとフルーツグラノーラに、カットしたねフルーツを乗せて、で蜂蜜をねかけるだけでも結構美味しいんで、それならもっとね気軽にできると思うんで、土曜日のね、土曜日とか日曜日の休日の朝食なんかにぜひやってもらったらと思います。では僕はしばしこれを食べるので、定点カメラみたいに置いとこうかライブ配信みたいやな。ほい、いちごハルト酸っぱいんやろ。ほいちゃんこれラズベリー酸っぱい。ふーちゃんのお汁がねちょっと白菜で便が柔らかくなってちょっとね汚れてるけど、体調は崩してないので大丈夫です。バナナ、じゃあブルーベリーあげよう。ブルーベリー、ブルーベリー、ほい、おいしい？おいちゃん、顔振ったらヨーグルトが飛ぶねんな、すごい。はるちゃんももっと食べなさい。ってことで納豆ヨーグルト試食会でしたどうしたの、ハルちゃん。